須原発電所は、長野県基礎郡大桑村、大和座殿にある、関西電力株式会社の水力発電所である、基礎川本川にある発電所の一つ。形式は、水路式発電所で、最大出力1万800キロワットにて、運転されている。1922年に運転を開始した。中部山岳地帯の電源開発に関する、近代産業遺産群の一つとして、 経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。スハラ発電所は同水路により落差を得て発電する水路式発電所である。最大使用水量36.17リッター、片メートル毎秒、有効落差34.90メートルにより、最大1800キロワットを発電する。百二十二年の建設当初は、基礎川を横断する取水石があり、 その右岸に取水口を設けていたが、1932年の洪水で一部が決壊したため取水石を撤去し、750メートル上流に、ある桃山発電所放水口まで水路を伸ばして、桃山発電所より直接取水するよう改められた。陳謝池は一箇所設置。取水口から上部水槽につながる、導水路は、総延長3845.7メートル。 その大部分がトンネルであり、他の部分は海峡、暗峡、水路橋で構成される。水路勾配は桃山発電所付近で2000分の1、その他区間で1500分の1。水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は長さ63.5メートルのものを2乗設置。水車発電機は二組あり、水車は立軸炭臨単流渦巻フランシス水車を 採用、発電機は容量5 7 0 0ルトアンペア、周波数6 0ルツのものを備える。放水口は下流に位置する、大久保発電所の取水口に直結している。発電所建屋は、礎石造りで、総面積は431.4平方メートル。名古屋伝統、基礎電気製鉄、大道電力社長、福沢桃介スハラ発電所付近にて最初に、 水利権を獲得したのは、関清秀を代表とするグループで、その許可は1907年4月に遡る。この水利権は、翌1908年3月に、名古屋電力へと譲渡され、さらに合併によって1910年10月、明治、大正期における、名古屋市の電力会社名古屋電灯に引き継がれた。小間地点と呼ばれた、この水利権は、木曽川の内福島町から、 駒金村を経て、大川村へ至る区間が引用区間であったが、1910年7月の計画見直しで駒金と大川の2地点に分割された。水利権の獲得程度に止まっていた木曽川中流部の開発計画が具体化されるのは、後年、電力王と呼ばれた実業家、福沢桃介が名古屋伝統の経営を掌握してからである。 コマガネ地点については、まず1915年10月、使用水量を起許可の500立方弱毎秒から800立方弱毎秒へと増加する申請を行う。さらに、翌1916年6月には、引用区間を見直して、コマガネ地点を多くは第一地点へと改め、設計変更を出願した。そして1917年11月、 使用水量800立方弱米病にて多くは第一地点の水利権許可を得た。水利権の許可後、1918年9月に名古屋電灯から開発部門が基礎電気製鉄として独立したため多くは第一地点の水利権も同社へと移されている。さらに1921年2月、基礎電気工業は合併によって大動電力となった。 大道電力による実施計画策定の過程で多くは第一地点は水路が長くなりすぎるとして上流の駒金地点と下流の須原地点に再分割された。この須原地点の開発は1921年に実行に移され、須原発電所として翌1922年7月に竣工、運転を開始した。 当初の使用水量は1200立方弱毎秒で、発電所出力は9200キロワット。スイスエッシャーウィス清水車とアメリカ合衆国、ウェスティングハウスエレクトリック製発電機を備えた。また送電線は、春行に合わせて名古屋方面への路線が、完成。さらによ九1923年12月には、校内に、新設のスハラ変電所から大阪へと至る大阪。 送電線も竣工した。多くは村スポーツ公園で保存されている、スハラ発電所の給水車ランナ1932年7月4日、スハラ発電所では、取水石が洪水被害により一部決壊した。その復旧に際して取水石を廃止し、約750メートル上流の桃山発電所、放水口まで水路を延長するという形で工事が実施された。これにより、 スハラ発電所は、桃山発電所の放水をそのまま取水する発電所になっている。回収と同時に使用水量を1300立方弱、毎秒に増量することとなり、1933年8月にその許可を得た。水量増加と同時に発電所出力も1万キロワットへ引き上げられている。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、 国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大道電力は電力管理に伴う、社債処理に関する法律第4条、第5条の適用による日本発送電への社債管理、支払い義務継承並びに、社債担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には、 スハラ発電所など14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。太平洋戦争後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、スハラ発電所は他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を 発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる。基礎ダム関西電力発足後、基礎川中流部においては、再開発が進められ、下流側から山口発電所、読書第二発電所が、相次いで建設された。これに続いて、中流部の水路式発電所5箇所に関する、 再開発が計画され、この区間における河川利用率を向上させるとともに、先頭不可発電所として運用させるべく、基礎ダム並びに基礎発電所の建設が進められ、1968年に、竣工した。ダムは、基礎川との合流点直上の大滝川に位置し、水路は、季節発電所群の水路の山側を通って、大桑発電所直上に設けられた放水口に至る。 また建屋は当初計画では大桑発電所の直上にて半地下式で建設される予定であったが実際には須原発電所よりの位置に地下式発電所として設置されたその後1990年代に入ると木曽川水系の発電所では1992年度より老朽化設備のリフレッシュ工事が始められその一環として スハラ発電所においても1996年1月に更新工事が竣工、使用水量は従前と同一ながら発電所出力が 800kW 増強された。更新後の水車は日立製作所製。更新以後発電所出力は 1800kW となっている。ありがとうございます。